ものすごく話題になっておりましたあれのお話です。じゃじゃん、ミーティングレコーダー発表されるやいないや、すごく話題になっておりましたけども、まあ、ミーティングレコーダーっていうぐらいですから、4つのカメラで本来であれば会議を録画するものなんですけども、これを動画の制作に活かせないかなと思いまして、なんとなく iPod に似てる風貌でございます。思ったよりもね、大きいので安定性はありますね、ありますね、ミャスまたミャスって言っちゃった。今回サンプル品ということで販売されるものとはちょっと仕様が違うかもしれません。その辺ご了承ください。本体側面に SD カードを挿入するスロットがございます。はい。で、付属の AC アダプターでの駆動になるわけですね。で、この天井の部分に電源のマークがあるんですけども、これを押すだけでなくて、押すとこれが浮いてくるんですよ。ここマイクですね。ボヨーンと浮いてきます。そうすると電源が入りますね。見てよ、4分割で映ってるよこれは面白いな。で、ここにレックボタンがあります。これをピッとやればいいのかな。あ、レコーディング始まりました。レコーディングしてる間はどうやらここでモニターできないみたいですね。こんにちは、初めて4分割のカメラを使っています。ちゃんと録画できてるといいな。どうだろう、見るのが楽しみだな。言うことなくなっちゃったで、もう一回レックボタンを押すと録画停止ですね。じゃあ電源を一回切って、よっ、 SD カード中身見てみましょう。こんにちは、初めて4分割のカメラを使っています。ちゃんと録画できてるといいな。どうだろう、見るのが楽しみだな。言うことなくなっちゃったちゃんと撮れてますね。面白いですね、これは。動画のサイズですが、QQVGA のものを4つ並べて 640×480 ピクセルで、フレームレートが毎秒15フレームでした。そして僕今家に一人なんで、これから友達の浅川くん家に行ってこのカメラ試してみたいと思います。それでは。始まった？うん、始まってる。みーちゃん、ここカメラだからなんか喋ってみ、みーちゃん喋るといいよ変な話、これ専門のチャンネルがあってもちょっと面白いよね。これでさ、だからチャブ台に置いてさ、飯食ってるだけでも面白いじゃん、普通にね。うん、一個一個カメラが違うとさ、画角が近かったり色が近かったりさ、うん、そう、色な、すげえ気持ち悪いんだよね、うん、ホワイトバランスが近かったりする。そしてあ、今こっち。あ、来た。あ、おうおう、自分がカメラ来てるとき分かるんだ。あ、なるほどね。こう回ってるわ。順番に喋れと。こんにちは、ジェット大輔です。そういう使い方もあるよな。な、その持ち時間をその自分のアピールタイムでね。これは山手線ゲームが超面白いんじゃねえの。そういうやつだよね。来た。さあ、いかがでしたでしょうか。やっぱりミーティングレコーダーっていうだけあってね、会議を録画するのに向いてるなって感じで、制作にはちょっと難しい面もあるんですけど、4つ切り替わっていく、ああいう画面を使ってトランプとかね、しりとりとかすると面白いんじゃないかなっていう話も出てましたし、実際に浅川くん家でツイキャスをやってて、しりとりとかやってみたらね、面白いんですよね。時間制限があるから面白いんですよ。あと4分割のマルチはね、結構画角が広くて、隣と繋がってるぐらい広いんですよ。だからね、4人と言わず6人でも7人でも結構大勢でこう取り囲んで座談会をやってもね、面白いかなと思いました。で、非常に面白いカメラなんですけども、コンセントからやっぱり電気持ってこないといけないっていうのがちょっとネックなんで、5V 1アンペアかな、 5V 1アンペアだったらモバイルバッテリーで、あとこの口ですよね、刺す口さえ見つかればなんとかなるんじゃないかなと思いますけども、例えば USB で ACDC アダプターのあの口に変換するケーブルなんていうのがあれば、なんかそういう情報をお持ちの方はね、ぜひ教えていただきたいなと思います。ということでね、今後も人が集まればあれを持ってって何か面白いことを撮りたいなと思ってます。ミーティングレコーダーでした。
ちょっとかっこいいね。感じかな、うん、どういう風に撮れてんだろう。